緑の休館長プラス世界へ発信。7分間でワクワクするビジネスが見えてくるチャンストゥーチャレンジ、中島誠二のビジタツセブン。来ましたね。はい、よいしょ。出てきましたね、出てきましたね。お、ちょっといい色してますね。緑っぽいですね。あ、もう始まってましたね。第67回目のテーマは緑の休館長プラス世界へ発信ということで、今食べていたのがこの緑の休館長プラスということなんですが、ご覧のようにこのパン秋元というのは缶詰のパンをこう作った会社、その会社が休館長プロジェクトと名付けまして、世界の飢餓地域に、まあ、一度備蓄した後の賞味期限を残した状態で、飢餓の地域に行って皆さんの食料にすると。そして片や株式会社ユーグレナは、ユーグレナで人と地球を健康にしたいということで、まあ、59種類の栄養素が入っているこうユーグレナを、まあ、世界に広めていこうとしているわけなんですが、その2つの会社がまさに SDGs を、ね、実践している会社が手を結んでいるっていう、それが緑の休館長なんですよ。はい、分かっていただけたでしょうか。 SDGs 達成のための仕事をどん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 展開するユーグレナの出雲社長、はい、そして先ほども言いましたように株式会社パン秋元の秋元社長なんですが、日本人の優しさとして、備蓄した後の賞味期限を残した状態で世界の飢餓地域にこのパンの缶詰を持っていこうという、この2社が、まあ、くっついて手を結んで展開しているっていう、私がだらだらと喋らなくても素晴らしい動画ができておりますので、まずはそれを見てください。いつか必ず秋元社長と一緒に、この栄養豊富な緑飯を使った、この SDGs 達成のための仕事をご一緒したいなと思ってたんです。その夢がようやく叶って、捨てられるかもしれない備蓄食がタイムリーに回収してタイムリーに送られれば世界に届くんじゃないだろうか。そこで生きる、それは日本人の優しさじゃないでしょうか。Chanel Lisson
これ本当美味しい。本当出来たてのパンと全然変わらないですよね。メディアが広める必要があるんです。備蓄したものを捨ててしまうのではなくて、それを必要としているところに届けて循環させていこうというプロジェクト、素晴らしいなと思います。応援しています。日本の備蓄がありながら、でも最終的にはアジア、アフリカのお腹の空いた人たち、そして栄養の必要な人たちに配られることを期待しています。必ず、日本と、そして日本から世界に、届けるまで、私も頑張ります。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。さて、いかがでしたか。まあ、その記者発表にこう来ている人たちがもう口を揃えて、これは素晴らしいプロジェクトだと言ってくれていました。まあ、あのパン秋元の、ね、秋元社長と、なぜこの夕暮れなの出雲社長が手を結んだのかと、東京 NBC という、まあ、団体の中で、私も含めて理事になったんですね。出雲社長も秋元社長も。そうしますと、理事で言いますとあいうえお順番で並んでますから、秋元社長があで並んで、その次に出雲さんがいるわけなんですね。いや、だったらこの2人が、それも SDGs を実際に実践している2人が手を結べば、もっとしっかりした、まあ、SDGs の実践ができるんじゃないかなっていうことを提案させてもらったのが私なんですが、そしてこの緑の休館長と名付けさせてもらいまして、記者発表をしたというのが、まあ、先ほどの映像だったということなんですね。まあ、その中にもありましたように、まあ、食品ロスを減らすとか、ね、栄養素を含むその夕暮れなを、ね、缶詰とともにこう届けるとか、まあ、いろいろこうもちろんいい点はある。で、今回一番強調したいところは、何といっても私があれほど声高に語っていました新パラレルワークですよ。パラレルワーク、すなわちお金になる仕事とならない仕事のパラレルで、これからは展開していかなきゃいけないと。すなわちお金にならない仕事、そしてまた社会課題の、まあ、難易度の高いもの、これを解決するっていうことがこれから求められる、それが SDGs だということなんです。そうしますと、この2社はまさに手を結んだことによって、この、ね、経済合理性に合わない、そのしなきゃいけない社会課題、そしてもう一つはお金になりにくいものをいっぺんに展開できるっていうことで、これからっていうのはそういう、こうアイデアを持った新たな時代の展開ということが求められているっていうことで、今回このお話をさせてもらった理由は、まさに新パラレルワークを実践する時代に来たぞということで、緑の休館長プラス世界へ発信というお話でした。美味しいです。食べてみてください。まずは備蓄食です。